はい、こんにちは、じゅんです。そして今日はカメラ山ちゃんです。こんにちは。こんにちは。今日は、はい、今幕張に向かってます。はい、運転しております。何しに行くかはあんまり教えていただいてないんですけど、はい、山ちゃんが、まあ、すごい人を紹介してくださるということを聞いております。マイケルって言って、マイケル、はい、うん、ツアープロコーチ、おお、ツアープロコーチ、はい、プロのキャリーもしたことがある方で、はい、で今はあのレッスンを中心に活動してるんですけど、じゅんちゃん、まあ、ここ最近のラウンドを見てて、うん、まあ、もしあのプロキャリーの目から見て、うん、何かこうレッスンとかしてもらえたら、あ、またね、なんかこう上達のヒントになったりするんじゃないかなと思って。確かに、まあ、最近、まあ、ちょっとゴルフも昔ほど練習してなかったりするんで、スイングとかがやっぱなんていうかな、キレが悪いというか、まあ、スコアはなんかごまかしてなんとかレディースによかったら80点半とか回れるんだけど、なんかいまいちなんですよねっていうところを、今日はそのマイケルに見てもらおうという企画ですね。はい、そうです。はい、まあウームさんとかもね、いっぱいツアープロコーチ、いっぱいじゃないけど結構出てるもんね。新藤さんとか、新藤さんとか、あと杉ちゃんとか。あ、そうですね。うん、ミンゴルフも負けじとマイケルを、マイケル、マイケルをね。はい。一応あの、はい、マイケル日本人です。あ、そうなんだ。金髪を想像したよ。マイケルに、そう、日本人なんだ。はい、楽しみだな、マイケル。何歳ぐらいなんだろう。でもツアープロコーチだったらちょっと上なのかな。うん。まあ40歳。なんで笑ってんの。マイケルに怒られるよ。40半ばか後半だと思います。うん、なるほどね。安全運転で。はい、幕張の方へ向かっていきたいと思います。はい、次はもうマイケルに会うっていう、あ、次はもうマイケルが登場するシーンですね。そうです、一気に飛びます。わかりました。では、はい、行ってきます。はい、ということで都内からだいたい30分ぐらい車で走って到着しました。じゃん、ルパーチャーゴルフさんです。もうね、なんか待ってくださっているみたいなので、早速行きたいと思います。じゃあ、ここかな？失礼します。どうも、マイケル長谷川です。え？ちょっと待って。プリーズ。癖がすごい。癖がすごい。今、幕張まで来ていただいちゃって、すいません、なんか。はじめまして。ですよね。長谷川さんって私一回お会いしたことありません？雑誌のアルバ。あります、あります。アルバさんね、はい、アルバさんね、去年のアルバさん、はい、スマホの、うん、そうね、ちょっとこう出したら少し僕のマイケルゴルフ TV のそのロゴが出ちゃって、はい、ちょっと恥ずかしかったやつです。あ、知り合いだったの分からなかったです。いや、まさかなんだね。山ちゃんも知り合いだったんだ。そう、撮影の時もすっごい分かりやすく、雑誌の撮影の時もね、すごい分かりやすく説明してもらってすごい楽しかったんで、またお会いしたいなと連絡は取ってたんですけどね。本当ですか？うん。そうですね。そうですね。インスタグラムで。はい。ね、ああ、嬉しい。感激でございます。今日は、まあ、いろんな悩みとかを聞いてレッスンしてもらえるってことなんですかね。企画としては。ね、はい。いろいろお答えしていきたいと思います。じゃあちょっと、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回のゲストはマイケルゴルフ TV のマイケル長谷川さんです。よろしくお願いします。マイケル長谷川です。よろしくお願いします。アルバの撮影の時は、はい、もうちょっとなんか真面目な感じだった。真面目ですね。根は真面目なんですね。カメラ回るとおかしくなっちゃいます。なんかサングラスかけてすごい全然雰囲気が違って、ちょっとどんな撮影になるのか楽しみですね。もう室内だとほぼ見えませんから、はい見えないです。ほぼ見えないんですけど、はい、頑張りたいと思います。よろしくお
願いします。はい、よろしくお願いします。リンゴルフのチャンネルでは、はい、まあ、私が最近悩んでるチーピンとか、うん、チーピンね、まあ、アルバムの時も言ってたもんね。そうなんですよ、うん、っていうのがあるので、まあ、そこをレッスンしてもらって、うんうん、でマイケルゴルフ TV ではまた別のレッスン、別のレッスン、はい、細かい高度なレッスンの方をしていただくので、そちらもぜひ見てください。高度なレッスン、高度なレッスン、違いました。まあいいんじゃないでしょうか。、はいはい、ということで早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。朝一ティーショット、行ってみます。行けんじゃないでしょう。チーピンは出ないですよね。いや、やっぱコースだと出るとかありますよ。練習場とか今行かない、行かないって言ってた。そうなんです。あ、結構景色で、あ、出るなっていうのは分かるんですけど、うん、あ、景色で出る、あ、このホール出そうだっていう、お化けみたいな。なんか、なんだろう、つま先上がりがダメとか、ティーグラウンドがもう上がってるのがダメですね。怪しい、今の。OK。怪しくなかったですね。ギリギリ耐えたって。怪しいっていうかもう、めちゃなぜ出てるか。なぜ出てるか。そう、はい、そう、そこをまず知らないと。はい。じゃあ、ちょっと、ちょっと。これがね、今の結果。これなんですよ。これ。まあ、これで今、ダイジェストで、その、まあ、弾道のデータと、うん、そのクラブの動きを見てるんですよ、こっちは、うん、で、チーピンってやっぱ2通りあって、ジュンさんの場合のチーピンっていうのは、ぶっかけチーピン、うん、普通チーピンっていうと、下から煽って、ギョンっていうこうなるのは、まあ、プロが一番嫌がるスイングなんですけど、引っかけチーピンっていう部類に入ってるんですよね。うん、で、まあ、ちょっと見ていきましょうか。はい、初めて見たやつ。これね、すっごいざっくり言って、うん、ざっくり言って、うん、バックスイング上げていくときが、クラブヘッド、今、だいたい今のシャフトが地面と平行の位置ね、位置で見たときに、今ここにクラブヘッドあります。はい、で、上がっていって、帰ってきたときが、全然違う、こっち、うん。で、行きと帰りが赤で上がって、青で帰ってきたんですよね、うん。で、これスイング自分のプレイヤー目線から言うと、左回りのスイングをしてるわけです。こうやって。あ、こう。こうやって。そうそうそう。うん、だから、この左回りのスイング、プレーンが、やっぱり、まあ、いわゆるアウトサイドインの軌道になりやすいので、うん、引っ掛けのチーピンになりやすい。うん。これはね、すぐだ。だから、この時の、例えば、このフェースの向き見たときに、大体この時のフェースの向きが、開いてたらインパクト開きやすかったり、閉じたら閉じやすかったりするんだけど、ここでフェースの向いてる向きって悪くない。ほぼスクエアな状態でいってるんで、うん、フェース面が悪いわけじゃない、引っ掛けと。軌道が悪い、うん。だから、スイング自体は、この右回りにしていけば、基本的には治ります。あ、そうなんですね。これだけ。へぇ。そう、だからチーピンじゃない。引っ掛け？引っ掛けてる。そう。普通にこう打ってるだけ。そう、チーピンの人って、これが逆に右回りになりすぎちゃって、クラブが下から入って、要は何ていうの、卓球とかテニスにこうやって打ってて、こういう球になる、うんうん、これはチーピンだから、そう、これはだからチーピンじゃないです、うん、なるほど、そう、直していきます。はい、直していきます。はい、直しましょう。右回りのスイング、右回りにしたらいいですね。そういうことです。だから、まずやらなきゃいけないのが、バックスイングはちょっとこう、アウト目に上げてほしい。こっちってことですね。そうで、結果、インからこうやっていきたいんだけど、うん、普段みんなやっちゃうのが、こっちから押したいから、うん、こっちに上げちゃうから。そう。で、こうやったら人間の体っていうのは絶対反作用が起きるので、こういうループになる。だから、バックスイングはもうありえないぐらい前にこっちに、ま、少しアウト目に上げてきた。そうですね。そう、だから左の肩をグッとこう押し込んでいくような感じで、ね、はい、こっちに上げていけば、はい、で、分かりやすく言うと、こう、まあ、こうターゲットラインで打っていく線があって、この、ス
タンスのラインになるんだけど、バックスイングで、はい、左腕が大体地面と平行な位置なのに、グリップエンドって大体このボールとこのつま先の間ぐらいで刺してほしい。ボールとつま先のこの黄色と黄色の間ぐらい。そうそうそう。まあ、もうちょっと肩回ってきた。これさっきの状態って、こっちに上がるんで、うん、ボールより先向いちゃってるんですね。そう。で、こういうふうになるんだけど、上がっていくときは、まあ、大体この辺を刺してほしい。で、降りてくるときには、少なくともこのグリップエンドのボールの方を刺してほしい。そうそうそう。そうすると、確実にクラブがインから来るんで、こう入ってきて、で、これコースでなんでこのスイングができないかっていうと、ミスしてるボールって、ほとんど右向いてる。で、こうやって振っちゃうと、右にその向いてる方向にまっすぐ行っちゃうんで、コースだとこれを左に引っ張って、まっすぐ打ってる。だから、それで引っ掛けるんですよ。右に向いちゃってる。向いちゃってる。だから、正しくスイングすると、そうでしょ。こうやってまっすぐ。うん。そうそうそう。そうそう。あ、感覚だけでいきましょうか。はい。スイングが今ここに来て、あ、いい、ちょうどいいぐらい。ちょうどいい。これ今シャフトは今さっき言ったように地面と平行の位置で、今手元とクラブが重なるような感じなんですよ。さっきはこの手とクラブヘッドがこうずれてたんだけど、息は今ここの辺になってきてるよと。で、上がっていってダウンスイングっていうのはこれが今逆になってるじゃないですか。うん。うん。こっち。うん。そう、今は逆の、さっきのスイングの逆の回り方になっていると。こういう右回りになっていれば、これちょっと基準の線を引くと、ここ、はい、上がって、いいかな。まあ、ちょっとこれは角にインサイドが追いすぎてるんだけど、でもこのぐらいのイメージがないと、多分ボール打った時にちゃんと打てないと思います。あ、これそうですね。さっきは、その、あ、すごい。ね、こうやって緑の線よりこっち側に全然違う、うん、全然違 う, そう、こっちに上がっちゃうと帰りは前から降りてきやすい、うんうん、だからこれを逆にしましょうっていうね、うん、まあそういうことでちょっとボール打ってみましょうか。はい、うん、少しねボールさんに、そう、そんな感じで回していきます。やればできるよね。いや、でもそれだけで治っちゃう。いや、でも思ったより戻せなかったですね、こうグッとは。でも素振り法でやると結構変わりすぎちゃった、うん、見えないっす、これ。これでうん、こうやってバックスイングしてくると今ちょうどこの位置、うんうん、この位置で滑りほどは前にないけど、うん、でも最初の修正前から比べるとだいぶこの軌道が違うんですよ、はい、で上がっていってダウンスイングダウンスイングでこうやってインから降りてくる、うん、そうするとこうやって入ってくると基本的には出玉がまっすぐ出てくる。うーん、うん、だからコースにでこれ行くとまっすぐ出ちゃうんだけど、うん、今のコースの、構え方だと右のプッシュが出やすいかもしれない。出ますよね、はい、そう、多分そっちの方がスイング的には正しいんだ、うんうんうん、そう、もうちょっと打っていきましょうか。いや、すぐ治っちゃうとね。何が悪いか分かんないから、分かったら多分そうだね、うん、今ので言うと、もういいね、この
ほぼほぼ、もうほぼほぼ OK でしょ。でもね、今の感じで言うと、ちょっといいんじゃないかだけど、上がってった軌道をそのまま降りてきてる感じになってるから、うん、これはね、いいと思う。うん、そうそうそう。だからそこは本当に注意してやっていかなきゃいけない。ここはできればここの位置で、やっぱもうちょっと前に上がってほしいな。ここですね。そう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 。これってドライバーだけじゃなくてアイアンもアプローチだから大内障なり必ず右回りに、でプロゴルファーで言って左回りになってる人ってまあ順に通るんじゃないですか、はい、ね、だけど左回りになってる人ってほんと少ない。うーん、僕今まで何千人っていうかね相当な数のプロゴルファー見てきたんですけど、はい、僕が知ってる中で一人だけ小林博美さんだけ逆回りしてて、はい、そう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 、みんなオンプレーンでなんかね、ワンプライ1個のプレーンで振ってるような感じがするけど必ず右回りになってる。そうロボットみたいに、この上げる軌道と降りる軌道が一緒ってことは基本人間ってありえない。そうしっかりこれが右回りになってるし、うん、コースでね、またどうなっちゃうかって感じですね。うん、なんか練習はでもこうやってやってた方がいいと思う。外からさ、そうそうそう、こうして上げて、そうで逆にテイクバックさえ直れば、うん、ダウンスイングはもう、もうそういう感覚持ってるので自然にこう力が入るような感じなので、うん、俺そこからも意識しなくていいから、はい、うん、本当にテイクバックだけ、うん、ちょっと意識してこう、そう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 、もうだからね、もうここにね人がいても上げていけるぐらい。絶対上がりそう。これちょっと極端か。完全に叩かれる。当たりますね。当たります。当たります。確実に当たります。はい、私の場合は、うん、チーピンではなくて、ただの引っ掛け。そうです、そうです、そうです。でも、普通の、なんだろう、一般ゴルファーもみんなそっちの方が多いんですか？アマチュアの人であんまりした。あ、でもどうだろうな。いるんですかね。両方いますね。そうでも大体、はい、純さんみたいに、うん、そういう左回りになってしまう方っていうのは引っかからないでスライスで悩んでる方の方がほとんど。うん、うん、それはフェースが開いてるか閉じてるかの差で、はい、さっきあの動画でも見たけどゆきさんの場合このフェースが開いてないんで、うんうんうん、単純に振っていく方向に球が出ちゃってるだけなんで、そうそうそう、ほんと引っかけですね。ほんと引っかけ、もうザ引っかけで、私はとりあえず外に上げて右回りでクラブを振っていく練習をしていったら、まあ、治る。治ります。逆に、はい、アッパー系のやつってちゃんとした GP の直し方、ちゃんとした GP の直し方ね。だちゃんとした GP の直し方は、はい、逆に言うと逆をやればよくて、少しフェードの打ち方とかを、うん、覚えていくと、うんうん、要は治ったりしますから。へえ、そうなんだ。そうそう、だから直そうと思うんじゃなくて逆の球を打ってあげようっていうふうに考えた方が多分スイングは直しやすいと思う。なんか悪いとこばっかり気になるじゃないですか、はい、自分のスイングもあるじゃないですか、うんうんうん、そうだからそうじゃなくてもうこういう球を打っとうっていうのを作っちゃった方が、うん、直しやすいと思います。なるほど、わかりました。わかりました。すごい、めっちゃわかりやすかったです。か、うん、私すぐ治るから。すぐ治る、ね、うん、そうすぐ治るね、うん、いいですね。まあだから次回はちょっと1個上げて、はい、フェードとドローの打ち方とかやるんですね。次回はフェードとドローの打ち方の動画、はい、打ち方の動画、今間違えました、なんか合ってた、大丈夫はい、次の動画を撮っていきたいと思います。